三株山系は、群馬県南西部にある、山系であり、上部山地の群馬県側を形成する。山中を、鬼鉾スーパー林道が、東西に貫く。あたご山三株山系は、群馬県の南西部に位置する、山系である。南を神奈川、北をかぶ川及び、支流の南木川に挟まれた山域を指す。十国峠付近で、 関東山地の上新国境から分岐し、東へ伸びる。南西部から南部にかけて1000メートル以上の尾根が続き、本山系の主軸となる。最高峰は赤倉山だが、平野部からよく目立つのは東西三日保山である。全般に、なだらかな山陽であるが、一部に切り立った崖が見られる。南側、三籠山系中の河川の多くは、ほぼ南。 または北に流れ、急流のまますぐに神奈川、または、神ぶ川に合流する。この中で、小川、鮎川及び南川が、比較的長大であり、流域に集落が明ける。三か山系の地質は、西部が中世代ジュラ紀の深帯である、秩父帯、東部が、同白亜紀の偏成岩帯である南川帯であり、その境界に、鬼穂子層が位置する。 本山系における、秩父体には、中世代の砂岩や、血岩などの堆積層に、古世代の玄武岩ブロックや、古世代、中世代のチャートブロックが、メランジュ状に分布する。特にチャートは、周囲よりも固く侵食に強いため、地形の節で述べたような、切り立った崖を形成する。一方、東部の三波川帯は、主に、ジュラ紀白亜紀の、 低温高圧型の変成作用を受けた結晶変顔からなる。主に緑色変顔からなり、一部にクレナイスダレ変顔を含む。これらの転石が川床を緑や赤に彩る。また、産出する南石は庭石として利用される。南側体を構成する結晶変顔は地滑りを起こしやすく、行政により災害対策が取られている。 七部隊と南側隊の境界は、鬼穂湖層、または、鬼穂湖構造線と呼ばれる。鬼穂湖層は、西よりおおよそ稲含む、三等斜面をどけ山北西を北西、南東方向に走り、その向きを東西方向に変え、東西、三籠山、雨降山、下久保ダムのあたりを走る。鬼穂湖層は主に中世代ジュラキの玄武岩から、編成した緑色変岩からなり、 一部に枕状溶岩も見られる。鬼穂層は周囲と比べ比較的柔らかく風化されやすい。このため鬼穂層に含まれる東西、三籠山及びおどけ山は特徴的な丸みのある山陽となる。また北縁には中央構造線が走り、その北は標高400メートル程度の第三期の堆積層となっている。南側帯の模式地は 温山系を流れる南側、鬼穂草の模式地は、三籠山である。標高の低いあたりでは C、歌詞等の商用樹林に、小柄、クヌギ、かえで、松などの落葉樹林が混在する。商用樹林帯はお,およそ標高450から600メートルを上限とする。おおよそ標高900から1000メートル程度までは小なら、小柄やかえで、松などの雑木林様であり、 それより高くなるとからまつ、水なら、白カンバなどが、主な樹脂となる。最も標高が高い赤ぐな山頂でも樹木が、育成しており、森林限界には達しない。本山系は、林業が盛んであり、蒸気に加えて杉、ヒノキからなる人工林が、麓から山頂近くの標高1000メートル付近まで、広がる。特に低山域では、人工林の中に、 自然植生である、昭洋樹林や、二次植生である、落葉樹林が、パッチ状に分布するほど、人工林が、支配的となる。早滝の氷幕元山系は、太平洋側気候に属し、夏季は、タウ多質、冬季は、雨乾燥という特徴を持つ。年光水量は、1000から1400ミ、mm、リメートル程度で、ある。夏季には、雷雨が多発する。平野部では、 鬼鉾のサンタバウと言われ、三カボ山に雷雲がかかると、麦束をサンタが束ねる間もなく雷雨が降り出すと言われる。一方陶器は乾燥しており、北北西からの空風が吹き込む。積雪は少ないが大変寒く、早咲き、小豆の滝、上平の氷爆など氷爆も見られる。三カボ山系の東西に伸びる主軸は、 山中を鬼保護スーパー林道が横断するため自家用車であればアクセスは比較的容易である。春から夏にかけての花、秋の紅葉、冬の氷瀑が見どころである。三か山の山腹に三か高原層があり、宿泊設備及び日帰り入浴設備を提供するほか、三か山系の登山企画を主催することもある。また、桜山は、 日本桜名所100選に選ばれ、春のソメイヨシノの他に、晩秋の冬桜が有名である。麓の八シ温泉、または、お西神社から、ハイキングコースが整備されている。2009年より、毎年11月に、本山系にて、トレイルランニングの大会が開催されている。西三籠山,山山頂の不動明王像三籠山系は、古くから信仰の山である。 特に三籠山は不動明王信仰が盛んであり、山頂に不動明王像が祀られている。西三籠山の山頂付近は大の字に刈り込まれているが、これも不動明王に関わる伝承が元となっている。さらに、周辺の滝に不動の名を持つ者、不動堂が隣接する者、不動明王が祀られている者が多い。一方、稲含む山は古くから、 農耕の神として信仰され、神楽町側に秋畑稲含む神社、下仁田町側に稲含む神社がある。鬼穂林業地帯も富山県は林業が盛んであり、群馬県内でも有数の林業地帯である鬼穂林業地帯及び神ぶ川林業地帯を有す。鬼穂林業地帯は藤岡市の日野地区、鬼市地区及び神楽町にまたがる。 富岡市の県産材センター内に原木市場を有し、群馬県内最大の取扱い量となっている。カブラ林業地帯は、下仁田町、富岡市、南木村にまたがる。カブラ林業地帯はそのふもとに製材工場群を有し、木材の高付加価値化に取り組んでいる。 鬼鉾スーパー林道塩沢峠西方。鬼鉾スーパー林道が本山系の尾根沿いに東西に、ここから支線となる林道が南北に走る。南石本山系の東部は南側帯および鬼鉾層からなり、緑色および紅色の偏成岩である南石を産出する。特に、藤岡市鬼市地区において、これの採石、加工、販売が盛んであり、 主に国道462号沿い及び県道177号沿いに南一市の加工、販売店が点在する。昭和30年代頃までは南側の川床より直接採石していた。現在は山中の採石場で採石し、これを神奈川及び南川沿いの加工場で加工し、販売、出荷している。本山系における鉱山開発例は少なく、 いずれも現在は廃坑となっている。本山系の山裾特にかぶら川沿い及び相川沿いは、ゴルフ場が密集する。特に相川沿いでは、三籠山山腹の標高600メートル付近まで、ゴルフコースが整備されている。関越自動車道藤岡インターチェンジ及び、上信越自動車道の各インターチェンジから近く、都心から日帰りでの利用が可能である。 本山系は火山を有しないため、高温の温泉は有しない。主に海清掃であるため、ナトリウムマイナス塩化物霊光線が湧き出し、これを温めた温泉が開発されている。藤岡市小西地区の八潮温泉が古くから知られている。他、愛川沿いの鮎川温泉、上野村の塩の沢温泉、下仁田町の下仁田温泉等が開発されている。 特に八代温泉及び、あゆ川温泉は、上述したゴルフ客の宿泊施設としても機能している。ありがとうございます。